はい。セミアクティブ型 IC タグの説明を始めます。これが当社の作っているセミアクティブ型 IC タグです。一般のアクティブ型と同じように中には電池が入っています。このようにコンビニでも買える電池です。一般のアクティブ型の発信は常時発信といって、このように例えば1秒間に1回の発信、発信して休み、発信して休み、これを繰り返す発信を常にいつも発信している。これが一般のアクティブ型の電波の発信の仕方です。それに対して私どものセミアクティブ型 IC タグは必要な時だけしかこの IC タグからは電波を発信しません。必要な時というのは次回に IC タグが入った時です。これは電磁誘導といって、我々が駅の改札で使っているパッシブ型の IC カードと同じ動作原理を使っています。必要な時だけ発信するので、より発信の回数を多くすることができます。発信の回数が多ければそれが読み取り精度に影響してきます。当社のアクティブ型 IC タグの特徴は電池寿命が長持ちして精度が高い、これが当社のセミアクティブ型 IC タグの特徴です。それではこれからデモをやってみます。はい、これからセミアクティブ型 IC タグのデモを行います。これが磁界を作っているトリガーコイルです。こちらはその磁界の出力を制御しているトリガーユニットです。磁界は目に見えませんが、この LED タグを使うことで磁界を可視化することができます。この LED がこのように点滅しているのが磁界の中に入っていることを示しています。で、磁界の外に出るとこのように LED の点滅はなくなります。磁界の中、これが磁界の外で、今デモですので磁界のボリュームを最小に絞っているので、まあ、大体1メートルぐらいなんですけども、ボリュームを最大にすることで2、3メートルまで大きくすることができます。 IC タグが磁界に入ると電波を発信します。今 IC タグは磁界の外です。磁界の中に入ります。そうすると IC タグが電波を発信してこちらのリーダーで受信します。リーダーがパソコンにつながっているので、パソコンにこのようにアイコンを表示することができます。この IC タグの ID は A00C なので、 ID の表示と、あと IC タグがどこにいるのかというエリア ID も表示されています。 IC タグが磁界の外ですとこのようにアイコンも消えます。ここにはトリガーコイルが2つあります。このそれぞれの磁界に ID をつけることができます。例えばこちらの磁界には ID の1番、こちらの磁界には ID の2番。この仕組みは実際にタッチレス入退室管理として皆様にご利用いただいてます。はい、それではここを出入り口と仮定して IC タグを身につけて外から中、中から外に移動するデモをやっています。IC タグはタッチレスなのでポケットにしまいます。以上でデモを終わります。